県立中央病院が進めるがん医療臨床ゲノム医療推進室長金沢明義医師に話を聞きます。がんの治療は手術治療、薬物治療、放射線治療などがよく知られています。いずれの治療も近年目覚ましい進歩を遂げてますが、その中で薬物治療の進歩は毎年のように新しいお薬を生み出しています。と言いますのも、がんの発生理由っていうものが近年分かってきました。それはですね、がんっていうのは基本的に遺伝子の異常によって発生することが分かったからです。令和元年より遺伝子パネル検査というものが保険適用になりました。これはがん治療、がんゲノム医療の中心をなす検査です。それはですね、がんの中のたくさんの遺伝子を調べて、その中の異常を見つけて、その患者さんにそのがんの発生に寄与している遺伝子は何かということを調べた上で、適切なお薬を提供するという最新の検査法であります。がん遺伝子パネル検査とは、がんに起きている遺伝子の変化を調べ、その特徴を知ることで、あなたに適した治療法を検討する検査です。がん遺伝子パネル検査は保険診療で行われます。私たちの体を作る一つ一つの細胞は、遺伝子によってコントロールされています。遺伝子は人の体の細胞が正しく働くための設計図です。がんは遺伝子に傷がつくことで発生します。遺伝子が変化してしまい、正しく働かなくなることで、正常な細胞ががん細胞に変化します。がん遺伝子パネル検査とは、がん細胞における数十個から数百個の遺伝子を一度に調べる検査です。どのような遺伝子の変化が起きているかを知ることで、あなたのがんについて、ある薬剤が効きやすい、効きにくいといった効果の予測ができる場合があります。検査には、がんの組織や血液が必要です。この検査の結果は、得られた検査データのみで判定されるのではなく、様々な分野の専門家が集まるエキスパートパネルにおいて議論され、あなたに適した治療法が検討されます。がん遺伝子パネル検査は、標準的な抗がん剤治療で十分な効果が得られなくなった患者さんが保険適用となります。また、がん遺伝子パネル検査で遺伝子の異常が見つかった場合でも、残念ながら現状では約1割の患者さんにのみ治療法が提供できるにすぎません。しかしながら、年々新しいお薬はたくさん開発されており、当院でも最新の開発状況、あるいは新しいお薬の発売状況について情報提供ができるように努めております。がん遺伝子パネル検査およびがんに関するご相談は、当院1階八尾よろず相談プラザに開設されておりますがん相談支援センターの方までご一報いただければと思います。続いて緩和ケアについて、総合診療科部長今田俊博医師に話を聞きます。緩和ケアとは、医療が病気そのものへの治療とするならば、緩和ケアは心と体の治療にあたります。短期間で治る病気なら出番は少ないですが、治りにくい病気ほど時間的にも体力的にも負担が多くなってくるので、心と体のケアが重要になってきます。特にがんの治療には、早期から緩和ケアも合わせて取り組んだ方が心の辛さが和らぐことが言われています。緩和ケアチームには、医師、看護師、薬剤師など7つの専門職種、全25名が集まった多職種からなるチームです。患者さんの緩和ケアの依頼があった時に、心と体の症状が良くなるよう一緒になってケアを行っています。はい、じゃあどうぞこちらのレッスンに来てください。
それでは緩和ケアチームのそれぞれの職種を紹介します。体の痛みなどを和らげる身体症状担当の先生や、心の辛さを和らげる精神症状担当の先生がいます。痛みを和らげるための放射線治療の専門医や、神経ブロックをして痛みを和らげる麻酔科の専門医がいます。また抗がん剤治療の専門医もいて、治療に伴う症状を和らげたり、より効果的な治療について主治医の先生と相談したりしています。看護師は緩和ケアを担当する専門の看護師がいます。患者さんやご家族の苦痛や気がかり、生活への影響を伺いながら、担当看護師とともに支援しています。そして治療や療養生活について患者さんやご家族の思いを確認し、その意思決定を支援しています。説明書を持ってこさせていただいたので、はい、これでちょっと説明させていただきます。薬剤師は患者さんのお話や血液検査結果を確認して、痛み止めの薬の効果はどうか、飲み合わせは大丈夫か、吐き気や便秘など薬の副作用が出ていないかなど日々確認しています。また他に飲みやすい薬や別の薬の必要性はないかなど提案しています。美味しいですね。結構さっぱりとしますね、はい、これも肉だけどさっぱりします、今日はマンゴーがついてますので。次は管理栄養士です。入院中の食事は楽しみの時間であり、治療を乗り越えていくための大切な栄養となります。病気の影響で食べにくくなった時も、より食べやすくなるように柔らかくしたり、栄養補助食品を取り入れたり、患者さんに少しでも栄養を取ってもらえるよう、管理栄養士ならではの工夫をしています。途中でまた辛くなったりしたらいつでも言ってください。はい、わかりました。リハビリ療法士は入院中の機能維持や、入院や治療で弱った筋力、体力の回復を目標にリハビリテーションを行っています。退院した後の生活を見据え、家の環境や趣味、仕事内容などに合わせた動作練習やアドバイスをしています。どうでした？結構難しかったです。難しいです ね、はい、家の手すりってどんな感じですか？だいたい同じところにあります。だいたい一緒、ちょっと高さがちょっと違います、ね、中にあったりします、ね、はい、そういうことを考えると、臨床心理士は患者さんの話を聞くことで不安や辛い気持ちを和らげるお手伝いをしています。希望があれば病院でできる範囲の気分転換活動を一緒に行ったり、直接ご家族にお話を伺うことでご家族の支援にも力を入れています。社会福祉士は患者さんやご家族が安心して治療が受けられるように、利用できる制度や福祉サービスなどを提案してサポートしています。治療を続けながらより良い社会生活が送れるように、仕事や介護、経済的なことなど幅広い相談に応じています。紹介した緩和ケアチームのメンバーは定期的に集まって、患者さんの症状が落ち着いているか、他に症状を和らげる方法がないか話し合いをしています。また緩和ケア普及啓発活動や緩和ケア研修会、在宅 PCA ポンプ研修会を定期的に開催しています。この PCA ポンプ研修会は、家にいても病院と同じ注射の痛み止めが円滑に、そして安全に行える先進的な取り組みとして、出雲をモデルに松江や増田に、そして米子、三好、尾道など県外にも広がってきています。がんの治療と緩和ケアは治療の両輪で、両方重要なんだということを覚えていてください。また緩和ケアはがんだけではなく、心臓や肺など慢性に経過する病気の方も受けることができますので、心や体に辛さを感じた時には一度医師や看護師に相談してみてください。